レインアーツ。
エヴァ、修行進んでるか？ギャッ！おう、バイク。まあ、見てろって。親父を越すのもあっという間さ。その意気込みだけは買ってやるよ。さあ、お前に手紙だ。また軍からだぜ。これで4度目か。まったく、奴らもしつこいな。勝手に依頼をしてくるのも気に入らねえが、返事がないんだから諦めりゃいいのに。戦争も終わったってのに何の依頼だ？半人前のエヴァンに話が来るってのも変だけどね。半人前って言うなよ。なんかの調査らしいけど、夢みたいな話でさ。素直に信じられるかよ、軍の言うことなんて。確かにな。そうそう、軍って言えばあの黒いつのやつ、まだ軍にいるのかね。偉そうな口ばっか叩くやつだったが、案外ノーチス軍の中で偉くなってたりしてね。黒いつ、知るかよ。あんな口ばっかで恩知らずのやつのことなんか、あの顔見たら口より先にパンチ入れてやるぜ。そうやってムキになるところがお前らしいよ。まあ、手紙の返事は書いた方がいいぞ。断るんでもな。じゃあな、修行頑張れよ。いいよな、お前は気楽で。じゃあな。やっぱ俺の力だけじゃダメなのかな。マジ、仕事を残したまま死んじまうなんて納得できねえぜ。大体黒いつのやつが勝手ばかりやらかすからこんな目に遭うんだ。まったくムカつくぜ。精霊暴走ね。止める手立てが分かったってのは本当なのかよ。やってみたくても毎度ただ来てくれればっかりじゃ信じられないよな。ないやめやめ。わざわざ軍に呼ばれて行って毎日あの身勝手な恩知らずで口ばっかの黒いつの野郎に会う羽目になったらたまったもんじゃないぜ。大体地同士でまともに食えてないのに軍に行ったら黒いつと同じだよ。うん、もうちょい頑張るか。おとなしくしろ。こいつ噛みつきやがった。面倒よ、やっちゃいなさい。まったく手間のかかる男だこと。力ずくは避けたかったけど、さあ連れて行きなさい。
ごめんなさい。あなたが素直に仕事を受けるとは思えなかったものだから。エヴァン、18歳。経験は浅いが、この近辺でたった一人の自動士。ね。だからどうした？いきなりボコにしやがって。どういうつもりだ？指導士があなたのような人だとは思ってなかったわ。さて、今からあなたは自由にして結構です。ここは精霊暴走停止作戦のために作られた町、ロッカです。作戦活動に必要なものは全て揃っています。よく見ておきなさい。おい、俺は軍の犬になんかなるつもりはないぞ。あなた一人の都合なんてどうでもいいんです。自分の置かれている立場が分かったら、私、リーネのところまで来なさい。お、おい！ったく、少しは人の話を聞けってんだよ。